ようこそビキニタウンへ。普段は平和な海底の町、今日は小さな黄色い主人公を中心にとても恐ろしいことが町に降りかかろうとしています。とうとうこの日がやってきたな。ついにカーニバーガーの秘密のレシピを盗み出すための素晴らしい計画を思いついたぞ。そのせいでビキニタウンが破壊されても仕方のないことだな。俺様が発明したロボットコピー機3000でロボットクローンをたくさん作り出し、そして破壊と混乱をもたらしてやるぞ。最後にもう一度チェックリストを確認しておこう。確認その1、プランクトンは天才か。その通り。チェック完了。スイッチを起動するぞ。ようこそ俺様の忠実なるロボットたち。待てよ、記念写真を撮っておこうじゃないか。ん、おいおい、な、何のつもりだ。おいおいおい、待て待て、俺様がボスだぞ、海の親だ。やめろやめろ、俺様の食器が。うわー、今日もロボットとお馬さんのおもちゃで遊んで楽しかったね。うん、でもどっちがどっちだったかわからなくなるよね。もし本物のロボットで遊べたらすごくない？名前はロボジュニア、いやゾーロン、あとはフランキーだね。おもちゃのロボットには飽きてきたし、ねえ、ここにロボットを入れたりしたらどうかな。おお、それはすごく愉快だ。わわ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 、これはただの貝じゃないよ、願いが叶う魔法の貝なんだ。わあ、すごいねパトリック。まずはここにおもちゃのロボットを入れるんだ。オッケー。それから魔法の呪文を唱えて魔法の貝を振るんだ。オッケー。それで寝るんだ。朝になったら本物のロボットができてるはずさ。パトリック、まだ魔法の呪文を唱えてないと思うんだけど。もう唱えたじゃん。え、オーケーが魔法の呪文だったの？前はアラカザマアラバロウィーズのディンキータナフィッシュバーググリドルビッツフォーワイナーシュナウザーだったけど、いつも噛むんだ。うまくいくと思う？いくよ。先週すごくお腹が減ってる時に大きなクッキーのかけらが一つしかなかったから、それを魔法の缶に入れたんだ。それで魔法の呪文を唱えて振ったら、朝にはクッキーの小さなかけらがいっぱいあったんだ。パトリック、明日は間違いなく最高の一日になりそうだね。おやすみスポンジボブ。おやすみパトリック。そして次の日、ロボットと遊ぼ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 ロボット、わお。あー、ゲイリー、君がやったの？ああ、ゲイリー、大変なことになったみたいだね。この状況をどうにかするには、いろんなことを学ばないといけないみたいだ。マオ。いいアイディアだね。この看板を見れば、大事なヒントがわかるんだね。でも、どうやって看板を見るんだろう。マオ。ああ、そうか。このボタンを押せば、看板を見られるんだね。マオ。また君と話したいときは近づいてこのボタンを押せばいいんだ。じゃあもう行かないと、ゲイリー。今日は長い一日になりそうだよ。ちょっと食べ物を用意。わあ、キラキラ。
カーニさんからのメモだ。しかも汗の匂いがする。カーニさんの匂いだ。よーし、スポンジボブ、カニカーニの誠実なスタッフとしてお前を昇進させ、キラキラアイテム集め主任とする。わー、昇進ですか。そうだ、昇進だ。お前の新しい仕事はロボットが残していったキラキラアイテムを全部集めて私のところに持ってくることだ。もたもたしていないで、さっさと集めてこい。食べ物を用意。でも時間がない。新品のスポンジになったみたいだ。食べ物を用意。でも時間がない。コミックは全部ここにしまってあるんだ。コミックは全部ここにしまってあるんだ。コミックは全部ここにしまってあるんだ。ベッドでちょっとジャンプしようかな。
少し信用してよゲイリー。覚えてるさ。このボタンを押して看板を見るんだろ。ちょっと食べ物を用意。でも時間がない。ああ、自分の町の騒音ほどいいものはありませんね。あっちへ行けスポンジボブ。俺の思考スペースを汚すな。またカーニバーガーの秘密のレシピを盗もうとしてるな、プランクトン。まったく懲りないやつだな。俺はもっと大きな獲物を狙ってるんだ。ロボットから餌バケツ艇を取り戻さないといけないからな。ロボットはどこから来たの？どこから？さあな。だが絶対に俺の責任ではないぞ。いきなり現れて俺を変な名前で呼んで物を投げてきたんだ。しかも店のスプーンを全部曲げ上げたんだ。我が子のように可愛がってきたスプーンを。それはひどい。じゃあロボットを止めてくれないか。店のフォークを全部曲げられる前に。フォークはダメだ。もちろん手伝うよ。でも待って、僕は黄金のフライ返しをたくさん集めなきゃいけないんだった。黄金のフライ返しだって？スポンジボブ、俺が餌バケツ店に帰れるように手伝ってくれれば黄金のフライ返しをバケツいっぱいにやるよ。お前の夢の中でな。契約成立だ。いやあ、スポンジボブ、バブルな手を貸すためにちょっと来てみたよ。シャボン君、ジャイアントモンキーマンを倒して9次元を守るつもりなら新しいシャボン玉の技を覚えないと。でも僕はロボットを倒す方法を考えないと。ああ、ごめん、ずっとハンドソープのボトルにいたから事情に疎くて。何の話だっけ？新しいシャボン玉の技とかなんとか。そう、このボタンを押せばまっすぐジャンプして真上にあるものを何でも倒せるバブルパワーを使えるんだ。やってみよう。スポンジボブ、ロボット騒ぎのせいでカニカーニは沈没船みたいに金を失っている。金がなければカニカーニも続かない。カニカーニが続かないということはお前はもうフライ係ができないということだがによ。え、もうフライ係ができないんですか？だがお前は騙されやすいから助けてやろう。もちろん見返りに多少儲けさせてもらうがにな。黄金のフライ返しをそのキラキラアイテムと交換してもいいがによ。やあパトリック、いい靴下だね。靴下って？今踏んでるやつ。ああ、あれなくなったんだ。それがなくなったやつなら他の靴下はどこ？ほとんどなくなった。ロボットがたくさん来てオイラの靴下コレクションをごっそり盗んでいったんだ。取り戻すの手伝ってくれない？もちろんさパトリック、僕たち親友だろ。そしたら靴下を10枚取り戻してくれるたびに黄金のお玉をあげるよ。つまりフライ返しでしょ。
頼んだよ。パートリックは洗濯した方がいいな。履けるようになったぞ。これはすごい。